はい、今回は19号2割まであともうちょっとやね。はい、今日は1階北側の柱を立てる位置、うん、これね。で、今回は黒しか塗ってなかったんやったかな。これやね、黒く塗り上げましたよ。はい、そしたらまずは敷居を組む。敷居の種類が 1,2,3 種類、敷居がこれが11、4,2 ね。で、順番通りにしようか。これのね、ちょっとセオリーを守ってみましょう。敷居7、敷居7、2個しかないやつ。敷居7の裏側をの塗装を平やすりで削り、ボンドを塗って北側の床に差し込みます。はい、ここね。穴が2つある柱9が1,2,3,4,5,6,2,4,6、あ、全部使うのね。よし、次これね。え、何外壁をつける。あ、そういうこと。ちょっと待って、もうそろそろ置くところがないんだけど。皆さん、これで、なるほどね。ちょっと、で、ちょっと待って、ここにこういって、あれ、これはカットせんの。カットせなあかんときにカットするか。そうしよう。よし、次。この子が。
にはしてない。壁をつける、あ、これ白ってどこにあったの、これか、床のラインに合うように確認してちょっと出てるよってことか。壁オッケーで、でここからこうかな、分かりにくいでこいつはこれやな、どうせ削るならこのチョコがついてるやつ、チョコがついてる方、
19号はおしまい。疲れた。はい、どうも、しんちゃんです。いよいよね、現在動画も着々と作り続けていってて、まあ安土城メインにね、今あれこれやってますけども、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録はこの辺かな、新しい動画もこの辺かな、皆さんよろしくお願いします。